ウクライナの強豪シャフタルドネツクと J1 アビスパ福岡のチャリティーマッチが18日、東京、国立競技場であり、2対2で引き分けた。動画はこちら、金森の一時逆転ゴール。前半7分にドネツクが先制。11月にルバンカップ決勝を制し、クラブ初タイトルを取った地で福岡も複数の選手が絡んで攻める今季のスタイルで攻めた。同34分に宮が、 同37分には金森がゴール。金森は僕らのプレーで少しでも心が動かされた人がいたら嬉しい。ウクライナ情勢を考えるきっかけになれば、と願った。後半にドネツクが意地を見せて同点に、勝利を目指して熱い攻防を繰り広げながら、警告を一枚も出さないフェアプレーで友好と平和への思いを深めた両チーム。 試合前後には福岡サポーターからドネツクへ応援歌も送られた。ドネツクのステパネンコ首相は、福岡サポーターの声援も聞こえ、幸せだった。日本とウクライナがつながることが願い、と感謝。長谷部監督は、アグレッシブな姿でサッカーのエネルギーを世界に示せたのでは、と言葉に力を込めた。末次智明。